皆さんこんばんは。おいしい競馬、今週もよろしくお願いいたします。千葉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週に引き続きまして、素敵なゲストの方と一緒に予想してまいります。鹿戸雄一調教師の娘さん、タレントの成瀬琴さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は日曜日に行われる G1 NHK マイルカップ予想していきます。千葉さんが全 G1 で最も得意だといつも豪語しているですそうですね。ちなみに、はい、僕のこの何ですかね、競馬のプラスってほぼこのレースですね。そうですね。で、一昨年は153万馬券を当てたということで、川北レブリーちゃんという iPad が誕生しました。あ、名前がついてるんですね。はい、あの、はい、川北レブリーちゃんのおかげで、勝てたので、川北レブリーちゃんという名前の iPad が誕生し、今それで出てます。あ、じゃあ川北レブリーちゃんのおかげで今収録ができてるってことですね。そう、そうなんです。立冬でやれてるのは川北レブリーちゃんのおかげです。はい、はい、なんかそのすごい大きく当てた時に娘さんにプレゼントしたみたいな。あ、そうです。知ってましたよね。はい、それは立冬の方でどんな感じでしたか。もう何渡したか、もう2年前の話ですから忘れましたけど、何か渡しましたよ。お財布買うとか言ってましたよ。あ、そうでしたっけ。あ、いや、そうそう。でね、財布買うって言って、それこそ調教師に相談したら、財布はなんか欲しいブランドがあるからまた別の時にって言われて、なんか別のもの買ったような気がしますね。そうだったんですね。うん、そう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 。あ、そういえばそれ、俺三谷さんにちょっと相談したわ。そう、私ミュウミュウの財布とかがいいんじゃないみたいな言って、そうそうそう。そしたら高校生なのにミュウミュウとか言ってるから、はい、おじさん今もうそういう時代じゃないんだよってで、そう、非常に有益な情報で、そういうような話をその調教師の方として、はい、なるほどなるほどってなって、なんかまた財布とは別に何か、何やったかな、もうすっから食べますけど、自分の川北レブリーちゃんだけ覚えてて、僕割とプレゼントするの好きなんで、うん、こう節目節目でな、結構いろいろ渡してるんですよ。優しいですね。いいパパですよね。うん、そこだけはもう何度も私たちにプレゼントしてほしい。確かに本当に、うん、そう、家族には一応なんかこうなんかクリスマスだ誕生日だみたいなんで、こう折り折り渡してるんで、めっちゃいい。なんかもう、うん、あれやこれやって感じですね。はい、ちなみに、はい、この川北レブリーちゃんをゲットした時に、はい、いつも番組終わりに告知用に写真を撮るじゃないですか。はい、プロデューサーとかが、うん、エアドロップしましょうか、はい、みたいな。で、川北レブリーちゃんをゲットするまではエアドロップを知らなかったんですね、千葉さん。だから、はい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 、僕はじゃあ後でメールでくださいみたいな言ってたんですけど、はい、川北レブリーちゃんを手に入れた時、はい、僕もエアドロップできます。いや、川北レブリーちゃんすごいですね。世界を変えてますよ。そうなんですよ、千葉さんの。すごい、50代のおじちゃんがエアドロップで大喜びする姿を目の当たりにして、はい、すごく平和だなって。 いいですね、はい、うん、今となってはね、もうエアドロップで何でも手に入れられるようになりましたもんね。そうですね、何でも手に入れられます。まあ大活躍ですね、本当にね。はい、ということで予想に入りたいと思います。最初のコーナーは穴馬未来予想。この収録はレース開催の1週間前となっておりまして、まだ枠順もさらに出走馬も決まっていないような状態です。そこで馬券に絡みそうな穴馬をあえてご紹介していくコーナーとなっています。今回予想する NHK マイルカップですけれども、まあ、3歳のマイルチャンピオンを決める戦いということで、ここからね、いい馬がどんどん出てくるイメージは ね、はい、ありますからね。千葉さん、ポイントはどうですか。そうですね、今年は特にこういわゆるマイル短距離とかマイル走ってた馬と、あと、まあ、要はクラシックからここに転戦してきた馬の、まあ、その辺の比較っていうか、今年ちょっとクラシック組というか、2歳王者が母品ともボボも牝馬も出てきて超強力で、すげえ面白い、もう近年にないハイレベルな NHK マイルカップになりそうですね。うんうん、しかも結構波乱が多いイメージですよね。そうですね、このレースよく荒れますよね。そので、荒れ方もなんか中途半端な荒れ方じゃないんで、まあ、それをどう捉えていくかみたいな感じになりますね。去年がちなみに
1着が9番人気のシャンパンから、はい、2着が8番人気のウンブライルということで、まあその何百万馬券とかが出やすいレースみたいなイメージはねちょっとありますけど、あ、そうです、あります、あります。はい、いや確かにその荒れるっていうのは多分つながるのかなと思うんですけど、なんか千葉さんみたいな、 なんか 沼からやってきた競馬ファンが好きなレースのイメージですね、うん、すごいやっぱりクラシックとはちょっと雰囲気違うじゃないですか。はい、なんかガチで当てたいみたいな、沼から這い上がってきた人たちが結構沼出身の方が好んでるイメージはありますね。沼ご出身のね、はいはいはい、競馬ファンの方が怖い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 もうねそのあの沼ご出身の方が、はい、あの全 G1 で最も得意とおっしゃってますから素晴らしいですよね、はい、もう成瀬さんのおっしゃる通りだと思いますけど、はい、うん、ここであの出走予定の馬の中から馬券に絡みそうな荒馬をご紹介していきたいと思いますが、はい、成瀬さん何か気になる馬はいらっしゃいますか？そうですね、本当に穴馬で言うと私、うん、ウォーターリヒトが気になってます。いいですね、おー、ウォーターリヒトね、新聞読める馬ですね、はい、人気ない時は走って人気したら走らないっていう、そうなんです、なんでちょっとウォーターリヒト気になるなっていうのとマイルどうなんだろうって思ったんですけど、うんうん、でも実はお父さんもお母さんも1400とか1600とか短めを走ってるんで、今回これでウォーターリヒト今まであのマイルなかったんですけど、ちょっとここでなんか面白いなと思って始めた。そうですね、これあのちなみにドレフォン、お父さんドレフォンなんですけど、あ、そうです、はい、そう、うん、ドレフォンといえばカークテレブリーですからね。おおおお、やだやだレブリーちゃんだ。あのそういう風になるんで、ドレフォンってまあ基本穴、芝だと穴が多いんですよね、うん、なんで、ウォーターリヒトね、さすがに今回見切られそうなんですよ、うん、あのもう皐月賞も一つもいいとこなかったですから、うん、そういう意味では見切られそうなんですが、あ、ドレフォンですからね、逆に狙い目ですね、はい、うん、しかもねこれあのウォーターリヒトってね、お父さんもその言うた穴馬よく出す血統なんですけど、お母さんのお母さん、おばあさんがね、マチカラハヤテっていう、もう多分、近年で一番の穴馬だったんですよ。走ればもう全部穴みたいな。なんで、まあその穴かけ穴の大穴血統なんでね、僕、うん、もうこれどうで、いらないよなって思いつつ、どうしようかなっていうふうに迷わされる一頭ですね。うん、私はまあ人気で言うと、やっぱジャンタルマンタル、ジャンタルマンタルは捨てられないなっていうところと、あとは松山ジョッキー、この番組結構ゆかりがあってずっといろいろやってもらってたんですけど、最近ちょっと怪我をされて休場されている中で、復活する予定ですよね、このそうですそうです、はい、NHK マイルカップでノーブルロジャーに乗るということで、まあぜひ私は注目したいなと思ってますね。天気的にもね、今のところ晴れそうということで、ああいいですね、ゴールデンウィークですしね、カラッと結構気温も最高気温25度とかついてるので暑いなもん、はい、暑い可能性もありますね、というような中でですけれども、まあ、じゃあ千葉さんランキングを第5位からお願いします。はい、はい、第5位ディスペランツァというアーリントンカップのパチューマです。うんうんうん、前走がね、なんていうかね、すごい強いというか、なんというかもう、え、そっからまだ来るのみたいな感じのレースだったんですよね。その最後の最後のもう残り 200m だけ見てたらすごい強いんですよ。ただまあ、道中がめちゃくちゃ緩かったんでね、上がり32秒4みたいなとんでもない数字出てるんですが、どこまで参考にしていいものかよくわからないレースだったんですよね。ただまあ内容的には強かったし、走行そういう切れ味自体は持ってると。ただ、さすがに NHK マイルカップともなるとあんなに緩い流れにならないんで、ちゃんと追走できて、なおかつそこからあの足を使えるかどうかっていうのは未知数で、まあ面白そうな馬ですね。では第4位、はい、第4位はボンドガール。これちょっとまあ人気の一角なんですけどね、うん、ボンドガール武井豊さん、はい、これね、豊さん前走はねもう引っかかる年でした。もうなんかもうあの久しぶりだったんで、馬の方も全然落ち着かなくて、流れもね、あの中山のマイルにしてはまあ、そんな早い流れでもなかったかな、もうちょっと前の馬もね、逃げてた、そもそも逃げてたその雪のロイヤル自身もちょっと抑え気味に逃げてたんで、そのせいかだいぶ引っかかって、まあ、それでもね2着に来てるんで、やっぱ能力はありますよね。新馬戦今ではもうその
2着チェルビニア、3着コラソンビート、4着マスコールウィン、5着という なんか、まあ、ものすごいハイレベルの新馬戦勝った馬なんで、その後サウジアラビアロイヤルカップもまあまあ悪くない内容の2着、順調であればそれこそその、まあ、スプリプチェーノであるとかあったりと、まあ、いい勝負してもうおかしくないぐらいの内容のレースをずっとしてきてて、今回叩き2走目、まあまあ話題になってるね、もともと2億3100万税込みで高い馬で、うんうん、話題になってる馬で、オーナーもね藤田さん、藤田あのサイバーエージェントの藤田さんの馬なんで、あ、そうなんですね、すごい話題の、そうですね、はい、藤田進さんの馬ですごい話題になってる一頭ですが、話題になるだけあるなと、ここねどれぐらいに行くのかちょっと読みかねてるんですけど、まあ、下手したら3万人くらいになるんでね、まあ穴とは言えませんが、まあでもまあ、注目しておきたいですね。では第3位、はい、3位は先ほど名前出ましたノーブルロジャーですね、うん、まあこれもねちょっとキャリアが浅いんで、なんとも分かりかねるところはあるんですが、まあ新馬勝って新眼記念勝つみたいな、まあ割と即重賞勝つっていうのはある種の離れ技ですから、それを成し遂げて、毎日杯もまあ道悪でしたが、道悪でちょっとね、着差離されたんですけど、まあそこまで内容も悪くなかったし、4戦目でここ、まあキャリア浅いのもあるけど伸びしろもあるかなというのも感じさせる、でまあこれちょっとまあ後でも言いますけども、まあジャントルマンタル買うんであればノーブルロジャーも抑えておきたいなみたいなところはあります。では第2位は、はい、2位が先ほど名前で言ったジャンタルマンダルですね。はい、まあ、穴じゃないですよね。穴じゃないですけど、これも、まあ、要は対抗にしますよという話なんですが、アスコリピチェーノとジャンタルマンタルのどっち買うかと、どっちを評価するかっていう、まあ、レースだと思うんですよね。もうジャンタルマンタルの場合、皐月賞の内容が非常に良かった。勝ちに行っての3着。で、まあ、中2周がどうかっていうようなところではあるんですが、まあ、このパレスマリス×ウィルバーンという決闘自体、まあ、ある程度勝機勝負型、早めに勝負するの決闘なんだろうなと、だからこれも春3戦目でもイケイケで使ってくるんだろうなという感じですから、もうまさにここ勝ちに来てるレースなんですよね、うん、そういう意味で、このパレスマリス、ジャントルマンタルとノーブルロジャー、どっちも同じお父さんなんで、でまあ、タイプ的にもまあレースぶりも、やっぱ通底するというか共通するところあるんで、まあ、パレスマリス買うんだったらパレスマリス2頭は両方買おうかなという感じです。では第1位は、はい、第1位はこれもうどれぐらいの人気なのかちょっと分かんないですけど、まあ穴だと思います。ゴンバデカーブース、うん、ゴンバデカーブース、サウジアラビアロイヤルカップ勝った後そのホープレース取り消しになっちゃいまして、でこの春もちょっとなんかいろいろ順調さを欠いて、まあなんとかここに間に合わせたのかな、間に合わせてくるんだろうなという、まあ、期待込みなんで、これがねどの程度人気するかもその辺が全く読めないんですけども、能力的には先ほど言ったボンドガールも圧勝してますんで、東京そのサウジアラビアロイヤルカップだって走れば当然ここでもいいとこ、うん、あると思いますね。そので調教ここ2週やってるんですけども、まあ、まあ仕上がってきてんじゃないかなっていう雰囲気は十分に感じさせてるんですよね。なんで、まあ、人気落ちることをちょっと期待しての、まあ穴馬狙いっていう感じですかね。ただこれ潜在能力的にはこれ上位の2頭大箇所2着馬差し子3着馬ともそんなに引けを取らないっていうふうに思ってる人も結構いると思うんでね、うん、最終的にそのどんな調整追い切りとかでどれぐらいの人気になるか、まあ、見極めて、まあ、馬券を買うか買わないか決めたいですね。川北レブリーちゃんってあの時って何番人気だったんでしたっけ。あれはあれ18番人気じゃないですかね。なんか一番人気なかったような気がします、うん、ね18番人気ですね。単勝229倍、うん、いやそれよく当てましたよね本当に、うん、今回でいう、まあ、その川北レブリーちゃん的なそのダークホースはいないんですか。その
マスクオールウィンですかね、ドレフォンなんですけど、やっぱり。マスクオールウィン。マスクオールウィン。オールウィン、はい。これが、まあ、全然人気ないですね。桜花賞いいところなかったんで。でそもそもね、その桜花賞と NHK マイルカップって同じマイルですけど、阪神と東京っていうのもあるし、東京の馬場がやたらいいのもあって、ちょっとね、あの阪神のマイルよりもと東京の今回の NHK マイルの方がちょっとスプリント寄りなんですよ。だから最終的に1004がいい馬の方が穴として走りやすいんですよね、うん、でこのマスコールウィンという馬は、まあ、はっきりスプリンターだと思うんで、まあまあ、そのあえ志高くここ出てきたんですけど、そういう感じで、まあ、結局はまあドレフォンなんですけど、ドレフォン、そう、まあ、それこそね、この馬多分16、7、8番人気あたりだと思うんで、そういう意味で、まあ、そういうのを狙うんであれば一つ、抑えてもいいかなみたいな感じです。本当に全く人気ないので、単勝も万馬券になると思いますしね、うん、さあ、ということで、という感じですね。ぜひ皆さんも NHK マイルカップチャレンジしてみてください。続いてはそんな NHK マイルカップに関係する話題を千葉さんに教わっていきます。競馬に恋した君を沼に沈める一丁目。こちらは競馬記者の千葉さんから競馬の面白さを教わって競馬の沼に沈んでいこうというコーナーです。まあ、特に今回はね、はい、成瀬さんも言ってましたが、 NHK マイルカップは沼の住人の皆さんの喜ぶレースということですので、沼の住人の方々のレースですから、はい、そんな住人が喜ぶ、はい、まあ、ワードは間違いなくこちらです。はい、波乱のレース、はい、ですね。これはもう前回も9番8番人気がね、まあ、来ちゃったりとかっていう意味 で、はい、でね、予想通りにいかないからこそ配当がつくってことだと思いますけど、やっぱ我々ね、私なんか最近その千葉さんに似てきたみたいな感じで沼の住人っぽくなってるのがちょっと嫌なんですけど、はい、その上でやっぱ波乱のレースって最初から言われちゃうと、どうやってそれをじゃあ読んでいけばいいのかって分かんなくないですか？分かんないです、分かんないです。やっぱりなんかね、順当にこう1番人気2番人気とかを入れたくなっちゃう、はい、なりますっていうのを考えると、そうはいかないんだよっていうレースだよって最初から言われちゃうと、じゃあどうしたらいいのっていう、うん、何から選べばいいのってそうなりますよね、はい、でどうするんですか今回だとね、アスコリピチェーノっていう、まあ、桜花賞2着だった馬で、ジャンタルマンタルっていう皐月賞3着だった馬で、この2頭はもう明らかに他のメンバーより抜けてるんですよね、うんうん、だから波乱のレースってこの2頭が来たら全く波乱にも何もならないわけですが、うん、例えばね、先々週になるんですけど、マイラーズカップっていうレースがあって、その時人気してたのが、セリフォスとソウルラッシュっていう2頭なんですね、うんうん、でこれはね、タイプとして似てるんですよ、うんうん、その来やすい、まあ、流れであるとか、馬自身の、まあ、その、まあ、能力的にもそうですし、まあ、ババ適正のババであるとか、ラップであるとかも似てるんですね。そうするとその上位、それもあのレースもその2頭が抜けてて、結局その2頭で決まったんですけど、そういう時って、まあ、もうその僕らみたいな穴子でも、ちなみにそのレース僕でもセリフォスソウルラッシュ本命対抗にしたぐらい、まあ、似たタイプで本命対抗で抜けた2頭がいると。で今回のアスコリピチェーノとジャンタルマンタルって決出度合いで言うと、セリフォスソウルラッシュともそんなに遜色ないぐらい抜けてると思うんですけど、今回のセリフアスコリピチェーノとジャンタルマンタルはあんまり似てないんです、タイプが似てない、うん、似てない、似てないです、はっきり似てないです、アスコリピチェーノが来そうな流れとかレースだったらジャンタルマンタル飛ぶかもしれないっていうふうにある程度想定できますし、ジャンタルマンタルが来そうなレースだったらアスコリピチェーノはあんまりよくないんじゃないかみたいなふうに想定できますね。ってことは千葉さんはどっちかにするってことですか？そうですね、どっちか買ってどっちか切るみたいな感じですね。もう2、3着にも入れないみたいな感じですか？入れないです。えだってアスコリピチェーノ、まあ、ジャンタルマンタル買ってアスコリピチェーノが入ったらもう配当は波乱も何もないわけですから、うん、でこのレースってのはちょっとしたこととかで、まあ、そもそもちょっとしたことで人気馬が飛ぶから波乱のレースになりやすいわけですよね。
で、そういう時は、まあ、片方上位2頭、特にこういう時に上位2頭いった時に片方をの方を優位ってみたら片方はもう全部切るというぐらいじゃないと、そういわゆる高配当にはならないです。え、それは配当を狙うからなんですか、それともちゃんと自信があっていわゆる、まあ、だからその どっちでもあるんですね。そもそも馬券戦略的に両方買うんだったら、あの他 の組み合わせを買うと、この2頭ぐらい結出してるともう儲けが出ないわけですよ。じゃあ千葉さんはアスコリピチェーノかジャンタルマンタル、今週の段階だったらどっちを取るんですか？ジャンタルマンタル取ります。じゃあ、ジャンタルマンタルをじゃあ仮に一等軸とします。うん、ジャンタルマンタル、そうそう、ジャンタルマンタルをで買うときに、で、いや、アスコリピチェーノを切ります。じゃあジャンタルマンタルが来そうな流れとか展開で来そうな穴馬を考えるっていう感じです。ああ、じゃあもうアスコリピチェーノ組とジャンタルマンタル組の馬券2種類ってことです ね、両方。そうそうそう、あの、そうそう、で、まあ、両方買うっていうのも、まあ、もちろん戦略としてあるんですけど、うんうん、まあ、それはちょっと手が広がりすぎるんで、で、まあ、競馬を言ったら毎年あるわけですし、うんうん、こういうような2強のレースもしょっちゅうありますから、でそれで2強が両立するのかしないのかっていうのがまず一つのポイントなんですよ、うんうん、両立する、両立しない、全部飛ぶっていうのが3種類あるわけですよね。あ、なるほど。じゃあ今の段階 で例えば千葉さんがジャンタルマンタル買いますっていう風に決めたとして、うん、ジャンタルマンタル組の引き連れてきそうな穴馬は誰なんですか？そう、それがゴンバでカーブースであったりノーブルロジャーだったりするわけですよね。ゴンバでカーブースだったりノーブルロジャーだったりするわけか、うん、はい。ちなみに僕はアスクリプチェのパターンの馬券も考えてはあるんですよ。だとするとアスクリプチェのだったらダノン・マッキンリー、ダノン・マッキンリー、うん、ダノン・マッキンリーとかエコロブルームだと思います。エコロブルーム、なるほど。これはまあまあ、そのなんでですかというと、まあ、いちいち説明できるんですけど、うん、まあ、要するにそういうふうなセット的に考えて、馬券は狙うみたいなところがあります。あとね、 NHK マイルカップって同じ近い枠が来やすいレースなんですよ、うん、まあ、能力の差がそんなにない上に、まあ、その馬場もいいので内枠だったら内枠ばっかり来やすいし、外枠だったら外枠ばっかり来やすくなるんですね。だからその辺の並びとかも見て、まあ、最終的なあの印は決めるんですけど、うんうん、例えばジャンタル組だったらボンバレとノーブルで、アスコリ組だったらエコルグルムとダノン・マッキンリーみたいな感じで、逆の方はかだとか、まあ、抑えるにしてもそんな熱くは買わないみたいな感じですかね。確かにアスコリピチェーノ組、アスコリピチェーノもエコルグルームもだいぶメジャー3区ですよね。そう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 、そういうところでやっぱ共通点ありますね、うん、レースの流れ的にもダイヤメジャーが来そうな流れだったらその2頭、うん、でもボンドガールはね、まあ、割とどっちでも対応できるかなという感じはしますね、うんうんうん、つまりこういうことですよね。どういうこと？ジャンタルマンタル組がゴンバデカーブーストとノーブルロジャーで、アスコリピチェーノ組がエコロブムーンとダノン・マッキンリーで、これが混同することはないってことですよね。まあ、もちろんその、いや、能力的にどうしてもっていうんで、あの、同じ、あの、あのクロスすることはもちろんあるんですけど、ジャンタル、ゴンバデカーブス、あの、例えばジャンタルとエコロブルームの二頭軸みたいなことは僕はしないです。これじゃあ馬券にするときはどうするんですか？ジャンタル、マンタル、ゴンバデカーブス、ノーブルロジャーの、まあ、例えば、ゴンバでカーブスとジャンタルマントルの二頭軸であったりとか、みたいな攻め方ですね。なるほど。その組み立て方が3種類あるって言ってたじゃないですか。その 2強が両方来る、片方しか来ない、うん、全部来ない、うん、で今回ちなみにこの2頭とも来なかったらどういう展開のレースになりそうですか？それはね、あのあれですよね、全くわけわからない逃げ馬が押し切るであるとか、2頭ともすごい超ハイペースで両方とも沈んでしまうか、どっちかですよね。それこそだからマスクオールインみたいなのが来ちゃうパターンってことですか？あとね、マスクオールインはね、多分ね、それなりに、そう、あ、そうですね、あの馬みたいなのが来るパターン。だマスクオールインはね、なんか要は人気馬のあのなんていうんですかね、確かにガチャガチャっとした時に来そうなタイプではあるな、うん、言われてみたらそうかもしれないです、うん、うわ、それこそあのドライフォン2頭今回あの買い人気で、並んでるんですけど、多分、うん、
ウォータリヒトとあの、うん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 、マスコールウィン、どっち、まあ、ウォータリヒトはもともと追い込み場やし、マスコールウィンはあのマイルだとちょっと長いんで機械が気味にレースするんで、そういう馬が来ることになればもう大波乱ですね、うん、前が全部潰れて、後ろからレース進めた馬がどんどんと来るみたいなという感じで、うん、それかね、あのもう、例えば人気馬が全部外枠引いて、うちだけで決まるみたいなパターンですかね。うん、でも千馬さんは今回は2強どっちかが来るっていう予想ですもんね。そうですね、もうこのレベルのメンバーで両方外れるとはちょっと考えられないかなとは思います。ただ、全体的な流れとか想定した時に、うん、まあジャンタルマンタルの方を取りたいという現状でね、感じですね。現状とかそういうね、また曖昧なことになりますよ。あの逃げてますよね。なんかね、競馬記者ならもうちょっとこうズバッと言ってほしいんですけど、なんかこれでね、蓋を開けて、ね、もうこれ1週前にやってますから、来週 あの金曜日の夜、あ、そうですね、はい、枠順確定後にね、一応ロガールブログで公開させていただくんですけど、うん、はい、そこでジャンタルマンタルじゃなくてアスコリピチエノだった場合、もうこれを見た人は何を思えばいいんだって、何を見せられてたんだ、この15分は何だったんだっていうふうに思いますからね、千葉さん。いや、あの面白いでしょ。そういうことじゃないのに。ということで、あの皆さん、あの1週前にやってますから、千葉さんもね、人間ですから心変わりする可能性もありますので、はい、うんうん、あの全てはロガールブログでの答え合わせになるということでお願いできればいいですかね。はい、あの形として例えばジャンタル本命アスコリ対抗とか、その逆みたいなことは絶対しないです。あ、それだけはしないと誓いますね。断言します、それは絶対しないです。一周でなんかあれですよ、あのやっぱりありそうだなって思ってロガールブログには書かないけど自分で買ってたみたいななしですからね。プライベートな、たまにあるんですよ、千葉さん。なんかないとか言って、でもなんか直前になってその自分でシート書いてる時にいやってなって買ったら当たっちゃったんだよねみたいな、でその翌週にあのオープニングの時に自慢してくるみたいなあるんですよ。でも千葉さんに乗っかろうと思って見てくれてる人にめちゃくちゃ失礼じゃないですか。そうです、そうです、うん、だから絶対なしですよ、千葉さん。はいはいはい、大丈夫です。わー、怪しい。絶対買いそう。なんかハンハンってなってる。大丈夫、アスコリピチェーノとジャンタルマントルが、まあ、両方来たらそれはもう諦めるというレベルになる。はい、で今回そんなに二郎立する、まあ、感じが しないというか、タイプだいぶ違うんでね、もう本当に力だけで2頭でバーって抜けられたらもうそれはそれで仕方ないんですけど、 NHK マイルカップってそういうレースじゃねえだろみたいな感じですね、うん、まあ、はい、沼の住民さんがそう言ってますから信じましょう。信じます、はいはい、ということで千葉さんありがとうございました。さあ、あっという間にエンディングの時間となりましたが、成瀬さんいかがでしたか。いや、ちょっと波乱のレースということで、川北ラブリーちゃん馬券目指して、私も153万馬券を、うん、目指して買い目考えたいなと思います。はい、はい、どうですか、なんか千葉さんはあの現場にいないと寂しいって言ってほしいらしいんですけど。でも今年一寂しいですよ。あら、はい、優しい。優しい。一番心にこもってない言葉だったけど。さすが、はい、ですので、あの立冬でちょっとしごかれて、うん、また細くなってまた東京にね、ちゃんとした競走馬にもなって戻ってきていただきたい、はい、なと思いますね。なんかね、だいぶちょっと調教バテしてるんですよね。調教バテ早くないですか、まだ1ヶ月ですよ。もうね、ちょっと恋しいっすね。美穂が恋しい。奥さんが見てないことを祈ります。はい、はい、うん、最後に成瀬さん何かお知らせあればお願いします。はい、5月の8日から5月の14日まで、有楽町の阪急百貨店にて、クリストフルメール記者が手掛けていますシエルバイシールメールのポップアップストアが開催されます。私は5月8日と5月9日にお手伝いに行くので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、お願いします。
そして NHK マイルカップのレース展開や開幕など詳しい情報については幕順確定後ロガールブログで公開をいたします。本当に千葉さんがちゃんとジャンタルマンタルにしているのか、皆さんぜひロガールブログでしっかりとチェックをお願いします。監視をしていただけると助かります。そして次回は G1 ビクトリアマイル予想いたします。ぜひ皆さん次回もご覧ください。成瀬さん今週もありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください、はい、それでは皆さん良い週末を今日もご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。